なんで死んじゃったんだよ父さん。Hi, ça, bonjour, coucou les gens. Alors aujourd'hui, découvrons l'humour et la comédie au Japon au travers d'une discussion avec le patron d'une agence de comiques à Okinawa. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qui fait rire ici? Quels sont les différents types d'humour et comment cet humour a évolué? On va découvrir tout ça. C'est parti! などについてお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、まずぜひ自己紹介をお願いしたいと思います。はい、私はですね、日本の中 の沖縄という場所でですね、まあ、お笑い芸人もやりながら、この芸人が所属するですね、芸能事務所の FEC オフィスというこの場所のですね、代表しております山城友司と言います。よろしくお願いします。今日はね、本当に日本のお笑い、外国のお笑い、いろんな違いがあると思うんですけれども、はい、そういう日本のお笑いの特徴だったり、いろいろお話聞きたいと思います。特に今主流になってるのは、まあ2人組でのその漫才、漫才ですね、はい、で、ある一つのテーマをもとに掛け合いをして笑いを作っていくっていう。中身でいうと日本のお笑いを、なんでしょうね、なんかそのやっぱりどうしてもその日本のお笑い自体がそのこの20年30年でいうと、はい、どうしてもそのテレビ的になっちゃって、その見た目とか、なんだろう、瞬間で笑えるものをすごいみんな求めていっているなっていうのはすごく感じる。インパクトですね。そうですね、出てきた瞬間にその見た目で笑えそうかどうかっていうのは結構そこで決まるところが、そうですね、それはテレビの影響なんですね。いや、とってもそれ大きいと思いますね、うん、似たようなものを映画界の方で感じてるんですよ、近年。ははははここ10年20年が結構テレビ局が作ってる映画が多くて、ドラマの劇場版、テレビで有名な俳優を起用する、まさかお笑いでも同じ現象があったということですね。あると思います。言い方はあれかもしれないですけど、ちょっと軽くなっていってるみたいな。なんかポップな部分っていう意味ではいいんでしょうけども、それとは違う意味でどんどんなんかちょっと軽くなっちゃってるみたいな。はいはいはい、逆に外国人の目で、僕すごくテレビっ子だったんで、日本に来てやっぱりテレビをたくさん見て、お笑いって一番文化が伝わるものだと思うんですよ。その国の人たちは何を見て面白いって思う、何を見て笑う、それを見て笑えるようになった時は、ある程度日本の文化分かるようになったなっていう気持ちにはちょっとなったんですよ。テレビ以前は劇場に皆さん足を運んだりで、はい、寄せに行くという、その落語があって漫才があって、でその他のなんかそのパフォーマンスがあってっていう、それをそのお金を払って劇場に見に行くっていうのが多分主流だったと思うんですね。だからそうなってくると、そこで展開されていたのはやっぱり何ですか、その人のおかしみだったり、あとは時代をちょっとちゃんと反映したようなお笑いだったり、そういったものが主流だったと思うんですよね。やっぱりテレビにみんな出るためにそのね、芸人になったりとか笑いを目指すみたいな感じになっていってるんで、そう政治的なネタとかそういうものをやっちゃったらテレビに使われないとか、意見が一部の方と対立すると、はい、一部の人が見てくれなくなる、はい、そうするとテレビも使ってくれなくなるっていう、そうそうそう、だからなんかみんな怖がって、でテレビ局の人もちょっとなんか危ない発言したら、あ、もうこの人は使わないでおこうっていう感じになるし、だからみんながみんな気使い合って、どん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 なんか笑いが薄くなる、緩くなるみたいなことがこの本当に10年20年だと思いますね。フランスは結構逆で、はい、舞台テレビ映画、はい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 、がもうはっきりと分かれてて、イメージで言うとテレビがその中で一番芸術としてはレベルが低い感じなんですよ。だから結構フランスの本当の舞台俳優とか映画俳優ってテレビに出たがらない、はい、一
切出たがらない。お笑いっていうのは、うん、劇場っていうのはやっぱり主流で、はいはい、演劇に近いところはあるので。なるほど、そういうことか。まあ我々にもテレビに出ないわけではないけれども、はい、目的ではないんですね。うん、ちょっと聞きたいのが、その フランスのそのコメディアンの方々は、その例えばテレビは目指さないわけじゃないですか、うん、何でその生計を立てるというかメインになってくるんですか。入場料ですね。はあ。ともう人気が出ればどん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 大きい劇場。なるほどね。やっぱでもそういうことですよね。だいぶ違うんですよ、はい、どうしてもその劇場の収益ではやっぱり食っていけないっていうのがなんか日本の場合結構あったりして、だとすればやっぱ手っ取り早くそのテレビに出て知名度を上げて人気を上げて。そこで大きな違いとしては、多分フランスの方が仲介が少ないんですよ。ははははは、うん、入場、はいはい、量の収益でももうちょっと本人には、はいはい、特に自分でプロデュースしたりとかしてる人たち多いので、取り分がある程度そうなんですよ計算できるわけですね。そうなんですよ、はい、どうしてもそのテレビに出るとなると、その早い段階でその見てる人たちに面白いって思われないといけなかったりするじゃないですか、うん、だからあんまり時間もかけてられないので、3分かけて作り込んだ笑いをもう本当の最初の30秒で見てもらって笑ってもらわないとチャンネル変えられるみたいな、そういう発想になってどん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 その短くなっていく。でしかもプラスアルファさっき言ってたみたいに、不特定多数の皆さんにテレビの場合見てもらうので、いろんな人になんか嫌われちゃいけない、っていうことでやっぱりちょっと薄まっていくっていう、その悪循環が出てると思いますね。逆ですね、フランスだと大体コントはもうピンで、まず漫才じゃないので一人で、ステージだったら大体6分から9分の間が1コントのまあ一般的な長さかなという感じなんですよ、でじわじわ上げていくんですよね、パッと出てきて見た目一本でなんか勝負するっていうより、じわじわとじわじわ。なるほど、もしかしたらそれが日本でいう落語に近いのかな。いやだと思いますね、今の説明で言うととても落語と近いと思います。もう政治的な発言も落語も結構知ってるじゃないですか。そうですね、もしかしたら落語にちょっと近いところあるかもしれないですね。いはい、そこはすごく似通ってる部分はあると思いますね。ちょっと次の質問に、いきたいと思いますけれども、はい、沖縄のお笑いって何か特徴あるんですか。はい、そうですね、やっぱ沖縄の場合は作り込むというよりかは日常でちょっとその隣にいる人を喜ばせるとか、楽しませるとか、なんかそういうその気持ちの部分が大きいような気がするんですね。接客的な感じがあるってことですね。その何ですかね、おもてなしの心じゃないですけど、おもてなしみたいな感じですよね、はい、それはとってもやっぱり みんなそこまで強く意識はしてないんですけど強いと思いますね。ああ、他また県とか本土とかと比べて、お笑いというよりか沖縄全般の芸能でいうと、例えばそのカチャーシーっていう踊りがあるじゃないですか、あれとかも結局はそのみんなでその場を楽しみましょうよ、じゃあ一緒に踊りましょうよって、はいはいはい、その場を共有しましょうよみたいな感じなので、戦争で一旦全部がもう焼け野原になって全部がゼロになったところからスタートしてるので、はい、やっぱりそういうなんていうんですかね、素朴な喜びみたいなものをなんか作るっていうのがその沖縄の場合芸能の一つの役割だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど、そういう、ある意味飲みの席とかでみんながワイワイするような延長で、それをステージでみんなを楽しませるっていう感覚、はい、そうですね、もう本当に絶望感があった人たちにちょっとずつ生きる力をね与えるために、みんなで歌おうよ、みんなで笑おうよみたいなことだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。優しみのある笑いっていうのが多分沖縄の笑いかなと思うので、それをやっぱりなんか身にね見てほしいですし、で僕らもしっかりとそれ外国の皆さんにも通用するような笑いを作りたいなって思いますね。じゃあ最後になりますけれども、はい、何か友達さんメッセージあればぜひお願いします。もう28年
になるんですけども、ずっと地元に根ざした笑い、沖縄の笑いをやっている FEC と言います。まあ、引き続きですね、この沖縄を世界にまた PR しながらですね、この地元の笑いを徹底的に追求していけたらなというふうに思いますので、はい、もしよかったらYouTube チャンネルでチャンネル FEC というのを検索していただいたら、僕らがやっているその番組とかもありますので、見ていただいて、沖縄の笑いをちょっと楽しんでいただければというふうに思います。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひ、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ぜひね、皆さんこのチャンネルのですね、フォロー、あと何、登録シェアぜひよろしくお願いします。ジリバンソンさんをよろしくお願いします。チャオチャオ。